こんにちは、トイズガオです。本日はこちら GP ライドウォッチ11残月ライドウォッチです。仮面ライダーガイムの4号ライダーなんでしょうかね。ガイム、バロン、龍玄として残月と、龍玄のミッチのお兄さんクレスマ・タカトラが変身する仮面ライダー残月、こちらのライドウォッチです。はい、それでは早速開封していきたいと思います。はい、ということでこちらが残月ライドウォッチ、はい、黄緑で白ですね。はい、そして残月の顔ですが、はい、ちょうどね、この残月のフェイスプレートが横向いてる顔で、で、こちらが正面を向いてる顔でね、ちょうどこれが横向くとこんな感じになるんですね。はい。はい、ということで、音声の方を確認していきたいと思います。はい、横のボタンを押すと、4つの音声が鳴ります。はい、ということでこちらのね、4つの音声が鳴ります。はい、変身音はちょっとどっかで聞いたことがありますね。他のライドウォッチでもこの音声が鳴っていたと思いますね。はい、では軸ドライバーで音声を確認していきたいと思います。
はい、ということで今回はGP ライドウォッチ11残月ライドウォッチをご紹介しました。はい、外務のライドウォッチもね、このように、まあ、4ライダー揃って、で勝ち時もね出て、あとは極みアームズがねもうすぐ出ると思いますんでね、それが出たら、まあ、残月神とかね出るかもしれないですけども、他には何があるかわからないですけども、まあ外務ならね勝ち時だけじゃなくてジンバーレモンとかね、そういったものもあるので、まあまだまだ外務の方もライドウォッチ出るかもしれないですね。はい、ということで以上トイズガオでした。ありがとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。